これからゴロンシティに向かいます。あの神獣とダルケルの相性を高める調整を行わねばなりません。何度か動かせたとは言ってもまだまだ未知の部分が残されています。それでもあれは人の手で作られたもの、人工のものならきっと理解できますし、使いようもわかります。だから私は必ずあれを厄災ガノンに対抗できるよう仕上げてみせます。あなたはその背中の剣を使いこなせていますか。その剣に宿るという内なる声、それが聞こえているのですか。